超かわいい。このヤギの男の子超かわいいよ。何度も言うけど。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで今回は初めての他の人の島へ訪ねて行ってみたいと思います。はい、ということで、ほんと初めてすぎて楽しいんやけど、もうすでに。世界につながる空の玄関口、アイナ飛行場へウェルカム。本日はどのようなご用件でしょうか？今度からね、ちょいちょい、他の人の島を探索していこうかなと思ってます。ラジャーです。では、どちらに行かれますか？通信で出かける。近くのローカル通信の島か、遠くのインターネットの島、どちらでお出かけしますか？インターネットでいいよね、多分。パスワードのやつ。では、インターネットに接続します。オッケー。ただいま、エルデ島がお客様を受け入れておられるようですが、こちらの島でお出かけなさいますか？行きまーす。では、良いフライトを。グッドラック。なんかカチャカチャしようけど、全然画面動いてないよ。大丈夫？大丈夫っすか？もうびっくりした。アテンションプリーズ。当機は間もなくエルデ島に到着いたします。座席の背もたれを元の位置に戻してシートベルトをしっかりとお締めください。現地の時刻は午後8時24分。天気は晴れ、気温はそれなりでございます。すごいね、上からこんな風に。当機は間もなく着水いたします。かわいい。お出迎えしてくれてる。こんな感じになるんや。なんかマーメイドみたいな格好しとったね。見て見て、島の旗がジュンくんだ。どうも。これ話しかけれるんかな。話しかけることはできない。かわいい、かわいい、いいね、いいね。え、これ何？熊の氷の置物みたいなのがあるのね。え、すごい。あれ、スズランやろ？ってことは、もう島の評価が最高になったということ？てか、私、あれ？違う違う。何取り出してんだ。いいね、ここから。あ、ここ浜辺ってことか。あ、てか、雪積もっとる。あれなんやね。北半球、南半球、逆にしとるってことなんやね。へえ、今こういう感じなのか。素晴らしき。え、かわいい。誰やっけ、タツオ？あれ？君誰？もしかしてお客さんかな？はじめまして。この島に住んでるタツオだよ。君とお友達になりたいな。かわいい。かわいい。いいね。そう、私もこういう風にね、なんていうん？住宅街をね、整えたかったんやけどさ。あ、なんかグミちゃんだっけ？これグミちゃんの家ってことなんかな？あ、そういうことや。お気に入り住人か何かかな。それともこれからどんどん増やし、あ、どんどん増やしていく感じか。あ、お気に入りの子だけあるってことかな。ほら、じゅんくんもあった。ここじゅんくんのお家やね。ちょっとお邪魔します。こんな感じ。すごい落ち着いた感じの部屋。雪だね。どうも。はじめまして。僕はエルデのじゅん。君、この辺りでは見ない顔だね。聞いてもいいかな？ Your name。 アイナくんか。いい名前だ。 Your name。 この島の住民は個性が溢れて魅力的だよ。よかったら声をかけてくらん。穴がち。何、穴がちって。え、それはつけてもらったのか、そういう口癖の子から移ったのか。いいな、こういう風に整えようかな。なんかこのちょっと微妙に互い違いになってる感じ、よき。よき。あ、なにこれ？マイレザで人手とか書いとるんや。かわいい。いいね、いいね。あ、そう、こういうの。あ、やっぱりあれやね。変わるんやね。この飾りというか。ってことは、6月ぐらいに夏仕様に変わったって思ったのはやっぱり間違いじゃなかったんや。そう、私こういうのしようと思って。このエイブルシスターズ前にさ、服を並べたいなっていうのは思ってたんよね。あ、いいね、いいね。そう、広場もこういう感じにしたいと思ったんよ。これなんか、ちょっとした池みたいな感じにしたのかな。池っていう大きさじゃないか。でもなんか水があるね。
桜が浮かんでいる。何これ、探してます。猫が行方不明、一応探してあげて。あ、すごい、なんかこういう感じの作り方もあるんやね。へえ、なんかちょっとした感じやけどかわいい。かわいい。あ、なるほど、そっかそっかそっか。このボルダリングのやつさ、公園に置くっていうのありか。そう、私どこに置こうかなってめっちゃ思って、最終置いてないんよね。いや、一回ちょっと子供部屋に置いてみたりとかはしたんやけど、なぜここに鏡が。あ、ここでイメチェンできるようにかな。そして探してます。めっちゃ必死で探しよるよ。見つけてあげて、誰か。あ、これや。この島でおすすめしたいスポットっていうの。イルミネーションスポット。え、めっちゃ綺麗じゃない？ゆきゆき。超綺麗。え、ちょっと待って。めっちゃ可愛い。いいな、私イルミネーション系のものさ、全然一個も集まってないんやけど。あれやね、至るところに、さっき向こうの商店街というか、あっちの方でも思ったんやけど、至るところにこうやって、DIY の机が置いてある。やっぱいろんなところで、作れるようにってことかな。あ、すごい。あ、こういうの綺麗。めっちゃ綺麗。え、よくない？え、超綺麗なんやけど。いいね。あ、滝とかも作れるんやっけ。え、すごい。なるほどね。こういう感じの使い方か。へえ。なるほど、なるほど。あ、これが、人のお家ということだね。エルデ島の、アスナさんって言った。名前が近い。何これ、ビリビリ。止めれた。何これ、静電気発生装置？ちょっとよくわからんけど。一瞬水晶かと思ったけど、なんか違うよね。え、これどうなっとん？ポットなんか、布でくるまれとんやけど、かわいい。え、これマイデザ？こういうのがあるんかな？ちょっとお家の中へお邪魔します。ああ、いいね、いいね。あ、ポスターが飾ってある。ちょい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 。あ、いいね。かわいい。え、めっちゃかわいいんですけど。え、超かわいいんですけど。いいね、いいね。これ誰やっけ？超かわいい。このヤギの男の子超かわいいよ。何度も言うけど。めっちゃかわいいよ。ちょっとカフェ風な感じ？あ、これさ、ツイッター上でめっちゃ話題になっとったんよ。この、サッチのポスター。サッチの二重顎が隠されていると。けどなんか、あつ森の世界でも、ポスターになると修正されているっていうのが話題になっとった。気になる部分は修正されるのね。え、なにあれ、ね、なんか上にさ、サンダル飾られとんやけど、ああいう感じで飾れるんや。壁に。へえ。私、壁に靴とか飾ったことなかったな。へえ、そういう感じなんや。すごい。やっぱ DIY の机はいろんなところに置いておいた方がいいんかな。やっぱ外に置く分にはあの木のやつとかやったらそんなに景観も損なわん感じよね。はい、左の部屋へ。お、ここには DJKK。いいっすね。このクマかわいいな。なんかザ・テディベアって感じ。こういうなんかシンプルなやつ持ってないんやけど。なんか普通に、ね、柄物とか。でもなんか、右側、めっちゃ女子って感じやけど、左側ね。左側、体鍛える感じっすか。これも乗れたらいいのにな。乗れんよね、別に。よね、つけるだけですよね。なんかこの、飛び盛りまでと違って、気をつけんといかんところはあれよね。島の外とかを走って花を散らせてしまったら大変という、元に戻るとかじゃないやろうし。そう、私もこういうね、あれなんよ、水回りというかお風呂トイレっていう空間を作りたいと思ったんやけど、それは地下ができた時にしようかなと。あ、え、なにこれ、これ金魚、デメキン金魚。え、こういう感じになるん、なんか鉢みたいなの。え、かわいい金魚鉢。なんか思っとる感じじゃないんやけど、種類によるんかな。金魚とデメキンでは違うみたいな。なんか上のこのタオルのやつちょっと高級っぽくていいね。いいね。
枠が金でかかってるのがちょっとブラウンがかった感じのタオル。そしてここにちょっと寝られるスペース。よき湯気とか浴びながら寝転びたい。はい、それ、おっと。お？あ、この壁からのやつがあるけん通れんってこと？一瞬何が起きたかと思ったよ。びっくりー。あれなんかな、こう、飛び盛りの夢見の時と違ってさ、あ、綺麗。こういう感じで綺麗に整えたいな。めっちゃ綺麗じゃねえか。私なんかもう、ね、花は生えっぱなしやし。最近全く整えてないという。え、すごい、なんか、アニメよね。何のアニメか全くわからんけど、申し訳ねえ。ただすごいということはわかるよ。てか、久々ね。久々ね。お、見かけない顔だな。もしかして、よその島から遊びに来たのか？オイラの名前はてっちゃん。知ってるよ。お前は、アイナっていうのか。えへ、会えて嬉しいぞ。これからもエルジュ島に来た時には声かけてくれよな。ジョリ。ジョリ。懐かしい。あ、いいね、いいね。そう、こういう感じのね。え、多分ここよね。この島での、つね吉が来るとこ。え、違うかな？こんなに広くない？もうちょい狭め？こういう感じのね、場所を作りたいと前に思ったんだけども、だけども、できてないという。なんかすごいな、いろいろと配置の仕方が。お、ブーケちゃん。服かわいい。何それ、マイルザ？ヤッホー、お客さんだね。はじめまして。あたいはブーケっていうの。エルザ島のクラスアイドル志望のプリティーガール。あんたはアイナちゃんか。よかったらあたいとも仲良くしてよ。どうぞよろしくね、チェキ。かわいい。もうね、ブーケちゃんはザ・アイドルって感じよね。まさかの、ジョニーがいたんですが。しかも海賊版。私自分の島でまだ会ったことがないんよね。あ、サーフボードもこんな感じでリメイクできるってこと？かわいい。サーフボードリメイクしてみよっと。人のところで見て思った。あれ多分マイルだよね。はじめまして。私グミと申します。あまりお見かけしない方ですけど、よその島からいらっしゃったんですね。なるほど。アイナさんとおっしゃるんですか？エルデ島にお越しの際はお気軽に声をかけてくださいね、です。なんかジョニーとかさ、ああいうのってちょっとね、あれやん。夢見じゃないけんさ、自分とこで起きてない、会ったことないのに話しかけたら何かが起こりそうで話しかけられない。雪の結晶飛び寄る。あれも多分集めて DIY の素材にしたりとかするやつかな。そのうちうちの島でもできるようになるんだろう。あ、すごい。ジャンプで飛べる。そういえばね、島の奥の方に、どこや、カフェがあると。あ、島の奥のカフェってこれもしかして、カフェ風って言ったけどこれなんかな、かもしれねえ。そういうことだったの。あ、そうそうそうよね、ポストを移動できるようになったよね。私の島もポスト移動できるようになったんやけど、してないや。そしてこの先、なんかめっちゃ月でかいと思ったけど、あれはオブじゃね。めっちゃびっくりした一瞬。あ、すごい、結婚式会場ができとるやん。私一応このジューンブライドのやつ集めたけど、あ、何、いろんな季節にしよるってことか。ジューンブライドのやつもちゃんと集まってるもんね、これ。あ、なるほどね、いろいろとこう変えていきよんやね。うんうんうん、素晴らしい。てか結構でかいな。え、向こうの会場で見たときこんなにでかかったっけな。あ、そしてリサと改造の絵皿。これね、住民の家に飾られとったやつ。私ももらったよ。かわいい。てか、この月のオブジェ、すごいな。浮いとるやん。めっちゃ浮いてね。最初さ、めっちゃなんか月近って思ったけど、向こう側にもちゃんと月あるもんね。そして実際の月とは色が違うんやな。お、あ、かわいい。いいね。こういうのさ、小中学生ぐらいの時するよね。アイアイ傘、アイアイ傘、アイアイ傘であったんかな。もはや遠い過去のことすぎて、呼び方すら忘れてしまうという。あ、この砂の城って砂の色があるんや。その辺もリメイクで変えれるんかな。なん
かリメイクで変えれるんか、ゲットせんといかん色違いなんか、ちょっとねその辺の区別が。こんな寒い中ビリヤードビリヤード、私もねなんか和風系の家具とかはいろいろ集まりよんやけど、いまいちこう和風家具を配置するセンスが、和風だけじゃないけどセンスがないんすよね。あ、なになになに、あ、ここやカフェ、こっちだったこっちだったわ。あ、え、かわいい、え、この前出ためっちゃかわいいんやけど、屋台の、いいね、いいね。あ、これ私さ作りたかったけど全然未だに作れてない。で、これ横のやつ、アイスこんなんあるんや、え、かわいくないえ、超かわいくない、いいね、いいね。これ椅子もマイレザなんかな、なんかこういう柄のやつないよね、マイレザか。え、かわいい。え、このケーキどうなっとんやろ、これもなんかちょっとマイレザっぽい感じやけど、どういうやつ、ん、よくわからねえで、モルフォ飛び寄るよ、モルフォお金が飛んでいらっしゃる。ほら、七夕の笹もちゃんとゲットしとるやん。夏も経験している、すごいなぁ。え、てか冬でもめっちゃ虫飛び寄るんね。こんな飛び寄んやっけ、虫は飛び寄んか。え、もうなんかよくわからんくなってきた見て、あ、自由の女神像みたいなのあるけど、なんか頭のとこライトアップしとる。へぇ、そういう感じの、そういうモニュメントみたいなのも置きたいよね。何ここ、あ、博物館や。なんかこういう感じでさ、奥の方にあったらちょっと神殿っぽくない超そんな感じせん。え、すごい、え、かわいい、こんなのもあるんや、座れるよ。何奥かわいい何奥超かわいいんだけど。あ、これも持っとった気がするけど、いまいちね使いこなせていない。微妙にここも入れるんやね。え、かわいい服さっきなんか普通にしれっと通り過ぎたけど、これはクロミちゃんマイメロシナモンやね。え、よきよき。そしてほら、何ここ、熊の楽園ですか待ってなんでプロテイン、なぜプロテイン、結構なんかムキムキになりたかったりする人。え、こんなとこにドラが置かれてる。え、てかこの地面の前でたかわいいなかわ、これいろんなの組み合わせてこういう感じにしとるってこと？え、すごい。なんか私さ、こういう風に一個を延々と敷き詰めていく感じしか思いつかんかったんやけど、こういう風にいろんな柄敷き詰めるっていうのめっちゃ可愛いね。これ元からあったやつかな？でも多分この辺の元からあるよね。え、組み合わせ方でこんな可愛く見せれるのか。素晴らしすぎない？え、素晴らしすぎないっすか？この辺も、あれか？動物たちの家？あそこの家の住民はドラで起こされんといかんほどの寝ぼすけなんかな。ちょっと家の中おるっぽい気に入ろうなんか作ってらっしゃるじゃないの。あんこちゃん、はじめましての方ですよね。私あんこと申します。あいなさんとおっしゃるんですか。素敵なお名前ですね。エルデ島にいらっしゃった時はこんな風にお話ししてくださると嬉しいです。そうです、ごめんね邪魔してカバ系住民、手振ってくれたりとかはないのね、作ってるときはあれかな、ここ多分さ、この島で一番高い位置やと思うけん、逆に寝ぼすけとかじゃなくって、ここの住人が朝起きてきて島のみんなを起こす感じかなそういう感じな気がするね。ここ一番高いとこやろ。いいな、ぬいぐるみ使ってこういうファンシーな空間も作ってみたいなとは思ってるんだ。そう、思ってるだけで何にもできてないんだけどなあ、すごい、なんか村の奥に、あ、これやん、プライベートビーチ。ここに常吉が来るんやね。え、かわいい。常吉なんかめっちゃ歓迎されてる感すごいんやけどそんな感じせん、半端ないよね。なんかすごい、なんか勇者様ご一行歓迎いたします的な感じ。それぐらい歓迎されてない？すごいなぁ。イルミネーション一個もないけん欲しいなぁ。
イルミネーション系もバルーンとかから落ちてくるかな。ね、そのうちゲットできるといいな。こんな感じで。こんな感じで。なんか冬の島っていうだけでも新鮮な感じあったけど。ね。やっぱ、飛び森の頃と比べて外までめちゃくちゃできるけんさ。ね、すごかったね。見どころ満載って感じ。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ちょっともし回りきれてなかったりとかしたら申し訳ないけども、え、でもめっちゃすごかった。やばい。これはね、やばいね。いろんな人のとこ回るの絶対超楽しいやん。